はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。今日こ再燃企画パート9かな、やっていきたいと思います。でね、今回がソフトバンク戦交流戦折り返しですね。交流戦の4試合目取っていきたいと思います。でね、今回も出番操作でやっていきたいかなと思っております。そうだね、前回は鳥谷ってことでゴメス、マートン、鳥谷をやらせてもらったので、そうだね、ちょっとあれ見よっか、あのスタメンでね、北条くんを結構パート1で使おうみたいなこと言ってて完全に忘れてたんで新戦力はいらないかな。どれで変えれるかな、采配かな、采配とかいうのが あるね。野手一軍、そろそろね、北条くんも使ってあげようということで、お、いるね、よし、じゃあ北条くんを一軍に入れときましょう。まあ今回の企画も9回目ということで結構やってるよね。うん。まあコメントもらってからやり始めたんですけど、まあ結構ね、なんていうのかな、いつもとは違った感じで僕は楽しめてるかなと思っております。そうだね、西岡とか行こうか。うん、今成とかいいね、今成使おう。ってことで今成使っていきたいと思います。さあ果たして今成が調子いいのかっていうのですけど、試合へ出番プレイ、今成はあれいないよ、調子悪いのかな、いや大丈夫ですね。野手、そうだね、ゴメスが違う、マートンが相変わらず調子いいですね。そうだね、調子悪い、キャッチャーで変えようか。うん、今成キャッチャーで。お、ハヤトはやっと復帰しましたね。福留よりもいい能力ですよね。調子福留の方がいいか、どうしよっかな。ちょっとゴメス下げるのは勇気がいるんですよね。で、こんな感じで。そうだね。3、1番。今成回そっか。ってことは今、2番今成、3番、4番。こんな感じかな。うん。そうだね。こんな感じで行きましょうか。うん。よし。ピッチャーはね、前回、藤浪だったので、今回は、そうだね、メッセ、秋山、鶴、メッセ行こうか。今回はメッセで、久しぶりのメッセやっていきたいと思います。で、相手がねソフトバンクということであまりにも強いのは分かってるんですけど、頑張ってやっていきたいと思います。今回撮ってるのが10月6日ということで、そろそろねプロ野球も10月7日が最終試合やったかな。まだ阪神がね、クライマックスシリーズできるかどうかわからないんですけど、まあこの動画がアップされるときはもうわかってるんでしょうけど、どうなんだろうね。まあ多分広島マイケンとかが投げてくるとは思うんですけど、まあ広島が勝てば、阪神がいける。広島が負けるか引き分けで、阪神が行くというところで、まあ広島は全身全霊をかけてくると思うんでね、まあこれが、なんかプロ野球の醍醐味というか、どっちが勝つかみたいなのでいいんじゃないかなと思います。コメントでね、広島ファンの方が、広島頑張ってほしいなっていう声とか、まあそれが率直でいいコメントいただいてるかなと思います。本当にね、そうやってこう一つのものにのめり込めるっていうのがいいんじゃないかなと僕は思ってます。ってことで打つよ。やばい、バッチ、いや結構バッティング良くなってきたよね。今のは甘かったけども、よし、4番マートが調子いいからね。ここはね、左ミート F ですし、めっちゃあれだね、浜風吹いてるね。うまい、うまい、セーフあるよ。いや惜しいな、まだまだうまい。さあ調子いいですよ。いやダメだな、打ち上がりそうな気しかしない。よし、ヒット、まあ最悪、お、犠牲フライには十分でしょう。オーケー、先制、さあ先制したよ、うまいことね。まあヒット打ちたかったけども、まあ最低限いいんじゃないかな。さあゴメス追い込まれるまで強振でいこうか。行こう、さあ打つよ。三振持ちか。バーチ。来た。走るか。
いや無理だね、絶対無理だ。うわすごいいい方。お、リョータ来たよ。さあここで打ったら浜風めっちゃ吹いてるけど、うん、しょうがないね。まあとりあえず失点先制できたのは大きかったかな。お、またチャンスですね。メッシ頑張ってくれてるみたいです。9番に誰置いてたっけ。投げた初球を送ってきました。ヤマトか。オッケーオッケー。ヤマト左ピッチャーがいいですね。第9投げた初球から落ちるんじゃね。打ち返した打球はセンターへ。落ちないか。これでツーアウト。タッチアップはちょっと厳しそうやったかな。うん、しょうがないね。第9投げた。よし。ヤマトで打つよ。引っ張ろう。第2球。投げました。変化球。いやー、そのドロップカーブが苦手。タイミングありません。僕ドロップカーブが苦手だわ。打ちました。お、取りました。どんまいどんまい。うわー、チャンスの後にはピンチありですね。タイガース。ワンアウトランナー一、二塁か。そうだね。ちょっと見ていい。打者の能力。うわ、いい能力だね。ねえ、松田。うわ、松田もいいよね。うわ、ギータもやべえ。やべ、強いわけやわ。うん。十分すぎる打線ですね。よしよし、オッケーオッケー。ランナー細川か。前進はいいでしょう。第9。うわ、危ない。うわ、ベストピッチであそこまで飛ばされると投げにくくなるよね。第2球、投げました。お、いいよ、振ってくれた。これで追い込みました。高め、見せよう。第3球。よし。ボール球打った。 OKOK、 取りました。二塁を送る。これで次がランナーは二塁。いや、ここで切っときたいね。まあプロスピの方ですけど、コメントでね、インローで今なり、じゃ今宮にねめちゃめちゃ打たれてますよってコメントをいただいたので、今回はインロー投げないときましょう。ショート正面、よし、アウト。 OK、 まあ、ピッチャー操作は結構慣れてきたかなと思います。まあ、特にメッセですしね、早々じゃない限り打たれないんじゃないかなと思っております。さあ、今なりから僕が一番動かしてて打率がいいんじゃないかなと思うので、今回は強い。浜風9メートルってすごいね、今日。めちゃめちゃ浜風ですよ。左、じゃあ右ピッチャーからさ、じゃあ右バッターからしたらね、だいぶ最高な風ですね。採用。ナイスボールだね。振り遅れだ。しょうがない。お、チャンスだね。誰かな、マートン、ヨータか。おお、結構ツーアウトから繋いだ感じか。投げた。もうしよう、ちょっと強振してみる。第2球、インコース。うわ、惜しいなー。惜しい惜しい。いいよ、なんかいけそうな気がする。第3球は来た、初ホームランリョータ。よーし、いや打てるもんですね。うん、ベストピッチでしたけど、はあ、打ったら強烈に気持ちいいね。ホームランってこんなに気持ちいいんだ。初ホームラン、もうサムネイルは決まりですね。亮太気持ちかったね。いや打てるもんだね。慣れてきたのかな、少しずつ。うん、お、ターニング動いてきた。うわ、それワンアウトかよ。あ、違う、ノーアウトかよ。そうだね。第9投げました。インローによってストライク。なんかめっちゃ寂しいね、応援なしっていうのは。アウトコース低めストライク。これで来たよ。さあフォークボール。第3球を投げました。打った。いやゴメス、間に合わないでしょう。一塁送球セーフ。一塁はセーフ。うわ、内川だよ。厄介ですね。第9投げました。見送ってストライク。そうだね、セカンドランナーチラッと見た。うーん、高速スライダー。まだ投げる素振りを見せません。お、ラッキーラッキー。もう一球外側に見せよう。第3球を。あ、ラッキー。振ってくれるんだ。ベストピッチっていいですね。てかメッセめっちゃ合わせやすい。第9投げた。よしよ、高速スライダー空振り。もう一球行こう。もっと大きい。さあ次の投球キワド。よしよしよしよ、外れてワンボールワンストライク。これで外側のストレートが遠く感じるでしょう。ストライク。オッケー。少し迷ったか。そっから落とそう。投球これから4球目。打ちました。これはゲッツーコースか。取りたい。ボールを取る。二塁送球、二塁アウト。まあ二塁でよかったんじゃないかな。アウト取れて。さあイデホ来たよ。イデホはカーブに弱いイメージなんだよね、勝手なイメージですけど。ストレートが強そうだよな。よしよしよし、カウント取れたよ。
そうだね、もう一球高めに行こう。第3球をボールか。なかなかしぶといですね。次は4球目。よし、ナイスボール。真ん中から落とそう。振ってくれるんじゃないかな。投げた。ボール。カウントは3ボール2ストライク。そうだね、カーブ。第6球をランナースタートを切った。打ちました。取れない。飛び込んだよかった。普通に取れたんじゃないかと思う。勝手に思っちゃったね。メッセンジャー。いやー、やっちゃった。よし、ここは絶不調なんでこれ押さえておきましょう。投げました。OK、打ちました。初球打ち。セカンド左横のゴロ。よいしょ。チはアウト。これで3アウト。OK、OK。うわ、こう思うとやっぱり亮太のホームランがでかかったのかなと思いますよね。さあ、打つよ。ここはヒットにつなごう。よし、ちょっと強振が使いやすくなったよね、これで。まあ、調子に乗らなければいいですけど。合わせてきてると思えば。めっちゃ風吹いてるよ。ファールになるんじゃない？よし、風のおかげ。ナイバーチ。よいしょ。ふぅ、つないでくれると面白いですけど。お、メッセ押さえてくれたみたいですね。さあ、来たよ。表紙面白いよ。やばい、完全にね、つぼってしまってる、あのホームランが。次は4球目。惜しいな。まあ、球が遅かったからこそ打てたんでしょうけど。お、ナイバッチ。帰るよ、俺は帰る。ナイバッチ。いや、バッティングが上手くなってきたかな。ちょっと難易度上げても。交流戦明け、交流戦はまだ恋の難易度で、オールスター明けぐらいから難易度変えれたらね、もう一段階上げれたら嬉しいかなと思っております。あ、ミス変えよう。結構ね、元からちょっと疲れてましたから、この辺で。そうだね、2とかに1回は上げようか。うん。たまにはね、投げていいんじゃないかなと思います。よいしょ。さらにゲッツーシフトで。スライダー。第9、投げた。ナイスボール。いや、いいコースだね。タイミング合いません。高め。第2球、投げた。よし、ラッキーラッキー。タイミング合いません。シュート。第3球を投げた。一つ外してボール。よく見たね。カウントはワンボール、ツーストライクです。フォーク。第4球は打ちました。うまい。おラッキー。ジャンピングキャッチ。よーし、ナイス守備。アウト、ゲッツー。いやー、いい守備やったんじゃない今のは。たまたまね、飛んで、はまって。たまたま二塁投げれたっていうだけですけどね。まあそんなにうまいわけではないんですけど、よかったね。さあ、ちょうどチャンスですよ。ナイスボール。大隣頑張ってるけどね、5点上げられてるから。よし。うわ、めっちゃ逆風になってる、左バッターからしたら。いや、無理か。逆風のせい。うわ、絶対逆風のせいだ。いや、逆風じゃなかったら抜けててもおかしくなさそうですけど、まあしょうがない、しょうがない。第9投げました。初球落ちました。抜けませんか。ショート左、一塁へ。今なりは、今宮の守備はちょっと無理ですね。よし、いい感じ、いい感じ。ホークス外走。わお、ノーアウトじゃないかればいいですけど、ツーアウトか。変えるか。変えよっか。そうだね、金田さんとか行こうか。さらに金田さんとか行こうか。まあたまには投げてないピッチャーをね、いっぱい。まあ金田さん結構出番は上げてますけど、ちょっと合わせにくいね。よしよし、 OKOK。 ここではゲッツーを取れるのが理想ですけどね。ここで打たれるのだけはちょっと勘弁したいな。ツーシム内角。うわ、やっぱり今宮に。じゃ、今宮じゃない、今宮か。うわ、最悪だ。今宮やっぱりインローを打たれた。あの人のコメントすごいね。今何も考えずゲッツを狙ってしまった。よし、まあしょうがない、まだ勝ってるから4番を抑えましょう。うわ、これで絶好調になっちゃうのか、内川が。次ギータか。怖いな、ギータ。うわ、甘い。ラッキーラッキー。カンヌさん頼む。初球ストライクから。よしよ。わずかながら外れています。ツーシム。カウントはワンボールワンストライクです。よし、打ったに当たりだ。あっと打ち、無理か。どうだ、ライト。いやー、無理か。タイガースついに同点に追いつかれました。うわ、追いつかれちゃったね。柳田タイムリー。逆風なのに飛ばしてくる感じ。なおもピンチが続
すごいな、さすがギータのパワーですね。それもインローだったからね、違う違う、アウトローだったからね。あそこを持っていかれるとちょっとしんどいですね。あそこ、まあでもまだ同点だから。いや、面白い試合になってるんじゃないかな。結構全試合ね、接戦で、うん、面白くなってるんじゃないかなと思います。よし、オッケー、さあ点取るよ。お、来た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 。お、ターニングポイント来たよ。それも今なりで、今宮と今なりばっかりなんでちょっとよく分かんなくなってきましたけど、センター返しが一番いいかな。3番は鳥谷か。そっか、スローカーブの方か。カーブじゃなかったね。よし、よく見た。いいよ、よし、ボールだ。入ってるのかよそれ。次は6球目、一塁ランナー自動的にスタート。うわー、やっちゃった。プロスピのタイミング落ちちゃった。もっとね、合わせる時間あったのに。やられちゃったね。なんとかここ抑えましょう。さあね、この回までカンナさんで頑張ってもらいましょう。さっきのね、借りを返してほしい。よし、借りを返したよ。OK。カンナさん頑張ってくれてるね。お何もせずに勝っちゃった。誰が打ってくれたのかな。お、またリョータ打ってくれたんだ。まあでも今日は僕はあの十分です。リョータでね、ホームラン打ってたので、うん、それでもまたリョータが打ってくれて、今日はリョータデーでしたね。今日5打点、うん、よかった。ふぅ、まあ動画的のね、今の時間でも16分17分ぐらいが、まあ動画的にもいい時間で終われたんじゃないかなと思います。うん、よかったよかった。さあ、いい感じですね。マスラもホームラン打ってる。いやー、やっぱり今宮には絶対インローはもう投げないってことを今後の動画で誓いたいかなと。忘れてなければね、誓っていきたいかなと思います。よーし、お、ホームランメダル、さよならホームランメダル。僕は打ってないんですけどね。まあよかったよかった。お、あー、そっか、下がるのか。テンション上がったけどね、あのパワープロ君。よーし、4ゲームまで詰めてきましたね。だいぶこう巨人に追いついてきてるんじゃないかなと思います。次回はね、どうしよっかな。まあどうしようかって決まってるんですけど、西武戦か、西武戦、ロッテ戦取ったよね。西武戦ですね。西武取って、最後に楽天取って、この交流戦は終わりですね。ということで次回は西武戦取っていきたいと思います。もう交流戦はほぼ勝ちをもらっているので、それをね、途切らさないようにね、やっていきたいかなと思ってます。まあ交流戦も今6連勝中ということで、2試合連続2桁安打で貯金が9ということで最高な感じですね。うん、現在交流戦は2位ということで調子もいいんじゃないかな。このままね、交流戦優勝も狙っていきたいかなと思ってます。ではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それでは、宗介でした。さよならー。